どうもワニです。そしてこちらは大根です。でもただの大根じゃなくて、こちら立派なね、大根の葉っぱがついている大根ですね。こういう大根の葉っぱ、リクガメが大好きでね、むしゃむしゃと食べてくれるんですよね。なんで今回ね、こちら我が家のリクガメの餌にしようと思って買ってきた大根なんですけれども、これね、よく見ると変なものがついてるんですよね。見てください、これ。そう、イモムシです。ちょっともう俺ね、イモムシ詳しくないんで何のイモムシか分かんないんですけども、もうこれ見た瞬間叫んじゃいましたね。いやー、なんてラッキーなんだ俺は。ってカブの餌買ったと思ったらトカゲの餌までついてきたぞつってねえ、喜んじゃったんですけども、今回ですね、このイモムシ、まあトカゲの餌にするのはやめて、ちょっとね、飼育してみてどんな蝶々もしくはガになるのかなっていうのをね、やってみたいと思います。そう、こういうね、野菜とか買うとやっぱどうしてもね、イモムシがね、ついてることありますよね。まあその分美味しくってね、無農薬ってことなんですよ。いい野菜ですよ。でもそういうイモムシたちって、これ成長したら一体どんな虫になるのかって皆さん意外と知らなかったりするじゃないですか。だから今回俺が実際にこいつをね、成虫になるまで育てて、どんな虫になるのかというのを皆さんに見せたいと思います。もうこっから先、あ、もうこの辺からかな。もうここ虫食いあるし、この辺からもう君にあげる、このイモムシくんに。今こっちの後の葉っぱの方は適当に刻んで、リクガメの餌ですよ。で今ちょうど我が家にはね、飼ってたカマキリが成虫になって、まあ、寿命で死んでしまって空いたケースがございますので、こちらにですね、大根の葉っぱごとイモムシちゃんをイン。ここでしばらく飼育してみようと思います。こんな感じのイモムシちゃん、大きさは5センチくらいかな。まあ、大根の葉っぱについてたってことはね、大根の葉っぱ食べるんで間違いないと思いますんで、大根の葉っぱをね、今後も与えて育てていこうと思います。日々ね、新しい野菜を入れたりして世話してたんですけども、今日見てください、こちらサナギになりました。ここからどんな生き物が出てくるのか楽しみですね。はい、さらに1週間が経ちまして、こちらのサナギ中身がなくなってます。そして生まれてきたのはこの中でした。よくなんかアパートの壁面とかにくっついてる感じの蛾ですね。で、この蛾ね、一体なんていう蛾なのか知り合いのガマニアに聞いたら、2秒で返事が返ってきまして、ハスモンヨトウというガらしいです。で、調べてみたら、ね、やっぱりまあ農業害虫として有名な虫らしくて、まあ、野菜、果物、タバコ、綿とかね、いろんな作物を結構ね、食べちゃうらしいです。で、他の昆虫があんまり食べないシソの葉っぱも好んで食べるということで、まあ、多分いろんな農家さんが被害を被ってる害虫っぽいですね。日中は土の中に潜んで、夜になると出てきて葉っぱを食べるそうです。で、寒いのが苦手なので、あんまり北日本の方では被害が少ないって書いてありますね。まあ、6月ぐらいから出てきて、8から10月ぐらいがピークっていうことだそうですね。日中は地面の中に隠れてることからね、殺虫剤とかの効き目が薄くて防除が難しい生き物らしいです。とはいえね、まあ害虫かどうかなんて人間が決めた括りですから、一つの生き物として見るとなかなか美しい気がしますね。外で見るとね、ただのガジャンって思うかもしれないですけども、うちでね、幼虫から成虫に羽化させたって考えると、なんかこの羽の模様も金持ちの家にある絨毯みたいな高級感が出てるように思わされますね。という感じで、今回は野菜についてたイモムシを2週間育ててみたら、ハスモンヨトウというガでしたという動画でございました。今後もまたね、別の種類のイモムシとか見かけたら育ててみようかなと思います。気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。